次世代ガールズバンドプロジェクト、バンドリーム、バンドリ。初のガールズバンド、ポッピンパーティー、ポピパのリードギター、大塚さえ、花園大役が5月3日の東京ビッグサイト、白黒フェス2019にゲストプレイヤーとして参加することが18日、分かった。ブシロードが都内本社でヴァイス・シュバルツ新規試作会見を行い、白黒の追加ゲストを発表した。大塚はポピパのボーカル&ギター、まなみ富山かすみ役、ベース西本りみ、牛込りみ役と3人で当日のイベントを盛り上げる。会見に出席した西本は、大塚さえち、さえの出演も決定しましたと追加ゲストを発表を。大会に向けて、ポピパのカードでデッキを組んで、特訓を積んで参りますので、ぜひ皆さん一緒にプレイしてください。よろしくお願いしますと、ファンとの交流を呼びかけた。ヴァイス・シュバルツは二人で対戦する、トレーディングカードゲーム。コレクションカードとして集めるだけでなく、好きな作品を一つ選び、作品を再現したカードを使って対戦を楽しめる。対戦は別の作品であっても、同じルールで遊べるため、様々な作品のファンが一緒に遊ぶことができる。現在、70を超える作品が参加。累計出荷枚数は約10億枚を突破している。